こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県横須賀市京浜急行電鉄京急久里浜駅にやってきました。本日は京急電鉄の車両となります。ということで京急線を利用してやってきました。こちらは2100系特急三崎口行き。日が暮れてしまいますので早速西口から移動を開始しています。左に見えてきたのは JR 東日本横須賀線久里浜駅です。三浦半島沿岸部、比較的海から近い場所に位置していますのでとても風が強く吹いています。一部音声の方乱れるかもしれませんがご了承ください。正面の大きな木、ガジュマルの木だったような気がします。また適当なことを言ってしまいました。確認してみますとプラタナス、駅前に大きくそびえ立っています。どうやらまた引退した車両が出たようです。京急1500型です。昨年暮れ2023年12月28日に運用を離脱した編成があります。4両編成の 1521F と 1525F の合計8両、非 VVVF 車、次回突破車などとも呼ばれています。最終運用は京急久里浜行きの快速特急1500型8両で運行されたようです。その後到着しますと京急久里浜工場の方に向かっています。こちらは鎌倉車両センターに所属する E217 系付属4両編成でした。ファインテック久里浜工場などとも呼ばれています。この後行って探してみたいと思いますので本日もよろしくお願いします。平作川の河口付近となります。ファインテック久里浜工場は右奥に位置しています。今回は角度を変えて川の反対側を歩いてみましたがこの先橋がありません。泳ぐことはできませんので再度久里浜駅方面に戻ります。現物を見ていませんのではっきりとしたことは言えません。仮に廃車となった場合1500型4両は完全に消滅、そして VVVF 化 100% 達成という形になります。京急電鉄といえば乗車していてとても楽しい鉄道会社、とても人気のある鉄道会社です。しかし取り上げるのは年に数回程度、まだまだ初心者ですので間違っているようなところありましたらコメントなどいただけたら幸いです。踏切に到着しました。右側が工場となります。引退した車両や保存車両、外れの無河川地帯に行けば確認することができるんではないかなと思います。まずは下調べをしています。北久里浜方面にやってきました。こちらの車両は今すぐにでも定期運用に入れるような車両、一通りぐるっと見てきまして以前訪れた際ととても状況が変わっています。この後ゆっくり見ていきたいと思います。まずは車両基地沿いを線路沿いに歩くことができます。散歩道のような感じとなっていましたが草が生い茂って歩くのがとても困難な状況となっています。整備は行われていないようです。建屋を覗いてみますと1524、全面のガラスに張り紙がされています。引退したと言われている1521の1両となります。1988年に東急車両で製造されています。現在のジェートレック総合車両製作所横浜事業所です。全体が見えませんのではっきりとしたことは言えませんが一部の機器取り外されているようにも見えます。果たしてどうでしょうか。
左の建屋を見ますと中間車、こちらはなんだかよくわかりません。建屋隣の出入り口から角度を変えてみますと中を確認することができます。 1521F と 1525F 合計8両が収まっているような感じもします。ちょっとすすきが障害となっています。車内の様子などはどのようになっているのかはっきりわかりません。ガラス越しに1524、左が1523、22、21と続いているかと思います。まだ動きはなかったようです。続いて以前車両が解体された場所方面に歩いていきたいと思います。それにしても枯れ草がそびえ立っています。歩くのがちょっと困難な状況。こちらは工事用機械でしょうか。この周辺まだ河川は敷かれています。この先に行きますと無河川地帯となります。以前訪れた際保存車両をこの辺りで確認しています。しかし姿がなくなっています。確認できるのは工事用機械のみ。車席があるのかどうかよく分かりませんでしたので機械という表現をしましたが、現在エンジンが始動しています。このような状況の中歩いてきました。この先進んできますと状況は一変しまして完全に整備されています。地元の方が先ほど散歩されていました。どうやら動きが出ました。こちらはレールを輸送するためのものでしょうか。奥を見ますとホッパ車のようなものを連結した機械もしくは車両がこちらに移動してきました。どうやら入れ替え作業が行われていたようです。こちらの敷地入り口には南京錠で施錠されています。横須賀市土木緑部、状況は理解できます。右が散歩道、反対を振り返りますと生い茂っています。なぜこのような感じとなってしまったんでしょうか。入り口に立ち入り禁止とでも看板があれば状況を理解することができます。まあ、地元住民の方でも周辺にいれば話を聞いてみようかと思ったのですが、なかなか待っても人を確認することができません。移動したいと思います。保存車両だいぶ奥に誘致されています。赤い車両がなんとなく見えています。以前見ることができた800型でしょうか。全体的になんだかすっきりした感じがします。そして奥に工事用機械が大量に留置されています。その中の一部を先ほど入れ替え作業を行っていたようです。今までに中の様子を確認することはできなかったかと思います。枕木やバラストが山積みとなっています。そして工事用機械です。保線関係の施設ということでしょうか。マルチプルタイタンパーです。オーストリアの保線機械メーカープラッサートイラーと確認することができます。クラクションのような汽笛が鳴りまして再度入れ替えを開始しました。以前留置されていた場所からこの辺りに800型と2000型移動してきただけのようにも見えます。なんだか面白い光景となっています。奥を再度入れ替え作業を行っている機械があります。
ありがとう2000型、1983年から2018年ステッカーを確認することができます。 2011F の先頭車です。別の車両は残念ながら解体されてしまったようです。残った車両はこちら2012、連結しています車両は800型 823F、 6両で留置されていたような気がします。しかし4両となっています。記憶の方が定かではありません。側面方向幕も急行羽田空港や特急京急川崎、以前と特に変わりはないかと思います。そしてこの場所といえば、業者がやってきまして車両解体が行われる場所。本日はすっきりしています。完全な解体現場というわけではなく、ここで車両を輪切り、溶断しまして、トラックによる搬出という形で車両が消えてく場所です。今回目的としていた1500型、 1521F と 1525F、 まだ建屋の中でした。また動きがあれば動向の方見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。しばらく様子を見ていても、工事用機械が入れ替え作業を行っている程度、動きはありませんので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。